ンポン。ツッコミさせろや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 。いやでもできなかったら君泣くじゃん。泣くわけないやろ。冒頭から泣いてない時は一切ないんですが。しょうがないですね。じゃあボケますから試しに突っ込んでください。お、任せろや。はい、ボケの人スタンバイ。お任せありありありのすけ。アリノスケよろしくな。ツッコミやで。見たことない生物がアリノスケやぞ。ツッコミどころありまくりやろ。やかましいわ、そんなん知らんわ。うわうるせえ、てめえは泣くんじゃねえ。もらい泣きしたわ。もらうシーンなかったろうが帰れ。まあ失敗は誰にでもある。重要なのはその失敗を次に活かせるかどうかや。おういいか、さっきみたいなパターンはアリノスケってなんやねん。てかお前誰だよ。なるほど、今回の失敗から学び応用してくんやで。おうわかった。ボケ役はそうやな。葵ちゃん頼めるか。うん、妹の葵ちゃんなら変に構えずリラックスして突っ込めるやろ。頼むで。はい、頑張ります。じゃあ行くで。よーい、スタート。はい、どうも、私葵と申します。アリノスケってなんやねん。戦いなしか。てか誰やねん。君の妹だよ。お姉ちゃんが誰やねんって言った。ああ、すまん。別にそんなつもりで言ったんやないんや。うわあ、すまんて。うわあ、ごめん。ごめんなさい。うわあ、うわあ、どないすんねん、この状況。お任せください。スイナちゃん。さあ、こちらにご注目。みんなスタンバイ。レディー、ゴー。何？これ見てどないしろって言うんや。わあ、ウケる。思いのほか好評を博してる。よかったです。なんか後ろよくなさそう。ねえねえ、アリノスケって何ですか？そのくだり終わったよ。どこで止まってんだ、お前。ピンポン。こんにちは。こんにちは。おう、いらっしゃい、あかねちゃん、葵ちゃん。おう、あんただけか。珍しいな、ゆかりは。ほらな、ふぃ、これで快適に過ごせるわ。ちょっと気になってたんやけど。どうしたんや。うち、あかねちゃんに名前呼んでもらったことない。え、結構呼んでると思ってたんやけど。大体あんたって呼ばれてる。そうだったか。なんでなん。いや、別に深い理由があるわけではないんや。恥ずかしいって言ってます。妹くら。そうか、うちの名前を呼ぶことはそんなに恥ずかしいことなんやな。悲しい。しくしく。ああ、いや、そんなことはないんやな。しくしく。すまんて。しくしく。あかり、はい、チョロス。てめえ、こら、この悪魔め、葵、二人でこの悪魔をどっちめる。葵ちゃんの情報通りチョロかったな。えへへへ、こいつ悪魔の手先っぽい。くそ、なんとかして仕返しできんか。葵のやつ気持ちよさそうに撫でられよなんて。撫でられる？これや、なあなあ。ん？うちも撫でてえな。恥ずかしがるがいいわ、この悪魔め。おう、ええで。あれ？こんにちは。あ、この悪魔の。何がや。ピンポン。毎日 YouTube でゆっくり実況動画を漁っているあなた、こんな悩みをお持ちではありませんか？更新がなかなかないので、毎日動画を漁っていると見たい動画がなくなる。気に入った投稿者がなかなか見つからない。ゆっくり以外の機械音声がいい。可愛い声ならなおよし。できれば頭以外の部位も見たい。笑える面白い動画が見たい。立ち絵も可愛いのがいいな。いやいや、そんな動画ないでしょ。わがまま言ってめんごめんご。わがままなんかじゃありません。あなたにぴったりのチャンネルございます。その名も、TV。 なんで他のチャンネルの CM 作ったんじゃボケ。だってすき焼き美味しいし、すき焼きの好き嫌いの話題は出してねえよ。ファンです。いやまあそうなんだけどさ、うちらのチャンネルなんだからうちらの宣伝しようや。オッケー、頼むよ。あ、あかりちゃん真ん中にどうぞ。え、あ、うん。では気を取り直して。やば、最近私太った。クリスマス、お正月、美味しいもの食べて家でゴロゴロしまくった。そんなあなた危険ですよ。と体重計に乗ってみる。気づいたらこんなに太っちゃって。誰を太った実績として使っとるんや。ん？てか何を宣伝する気や。うん、レンタやめろ。結果にコミットする。やかましいわ。だから CM 作るならうちらのチャンネルを宣伝しろや。なんか CM って推しが強くて苦手なんですよね。身も蓋もねえな。面白ければ結果はついてくるんですよ。前に出ることより視聴者を楽しませることに重きを置いた方がいいと私は思います。何、うちが悪いの。なんかアホ臭くなってきたわ。帰ってゲームしよう。先生もする。せいなもする。喜べ。お前らが作る CM にうちが出てやってもええで。誰もいない。ピンポン。エビフリバケツ、エビフリバケツ、エビフリバケツ。何の意識。あ、これ見て、あかりちゃん。だから私は何を見せられてるか聞いてんだよ。実は今幻の生物セヤナを捕まえようとしてるんです。セヤナ、何それ。なんかピンクのスライムみたいな形した生物なんですけど。へえ、どうやらエビフライとバケツで捕まえるのがセオリーらしいです。そいつ揚げ物好むの。そういうわけで今日はスライム捕獲一級の方に来ていただきました。スクエニ FF さんです。どうも。ドラクエじゃねえのかよ。今日の朝食スライム。だいぶ兵器強そう。今日の獲物は。実はセヤナーを捕まえたくて。あ、あれね。そうですそうです。セヤナーセヤナー。セヤナーセヤナー。アハハハハ。セヤナー。セヤナー。アハハハハ。おい、知らなせんじゃねえか。人選間違ってんだろ。ふむ、我スライム捕獲のプロぞ。必ずやセヤナーを捕まえる。さて、捕獲方法は。それをあなたに聞きたかったんですが。え、何？バケツとエビフライで捕まえるのがセオリー。バ
バケツとエビフライで捕まえるのがセオリーです。さも自分の知識だったかのような振る舞いやめろ。ふふ、我プロゾ、餌と使う道具さえわかればあとは経験から最適なトラップを作り込むことができるのさ。おお、行くぜ。目立ち方がトラップのそれじゃねえ。あと多分バケツ逆だよ。こんなのバカしかかかんねえだろうな。うん、すみませんすみません。たく早くいい感じにトラップを直すで。おお、エビフライやん。あ、バカだ。で、結局セヤナーって何だったんや？うん、ロマン。そういうカテゴリーのものなの？おい、誰やバケツ置いたの？あ、バカだ。やばくさまー！うらー！セヤナー！